30日西新井の全カード公開発表記者会見です。あ、皆さんお集まりいただきありがとうございます。観光客が多いところに来てしまって完全に間違ってしまった感じ。そうかな。まあじゃあどうもすみません、電車にまで。じゃあカードをね発表していきます。第1試合シングルマッチ10分一本勝負、はい、YMG マスク対山下キング。 YMG マスク2号、うん、対山下キング。この間デビューした南野武さんの元お弟子さんなんだよ。マスクデビューしたばっかりだ。そうそう、2号より後輩、2号は後輩とね試合するの初めて。おー、それは素晴らしい。第2試合、ハロウィンコスプレシングルマッチ10分一本勝負、エイト対カボチャンゴ。カボチャンゴ、おー、まあ、カボチャみたいな格好するんですかね。ねえ、まあそれはね、皆さんのご想像にお任せするということで。エイトはどんな、エイトもね、なんかどんなコスチュームプレイをねえ、なんか知らせてもらおうかなと思います。そして、この日は3試合になってます。メインイベントコスプレタッグマッチ15分一本勝負、豊島国夫、倉垣翼対米山香織、チェリーのご機嫌 BBA です。あの国夫さんのねコスプレはね、あの届いたんだよ。お、どうですか。すごいいいやつがちゃんと、ありがとうございます。で倉垣さんもね、なんかね、いいやつが届きそうなの。私とチェリーまだ何もないからさ、何にしようかなっていう感じ。ご機嫌 BBA、 何ご機嫌 BBA、タッグチーム名で、うん、ご機嫌なババア。違うよ、ババアじゃ。 B はビューティー、うん、ビューティーはチェリー担当で、ボール担当、アグレッシブ、ビューティー、ボール、アグレッシブの略だから決してババアじゃありません。ババはい、で、その後に今回後半イベント的な感じで、いい子の部屋特別トークショーと公開記者会見。重大発表、重大発表ありますよ。そして吉野の部屋スペシャル、吉野の部屋スペシャル。毎年ね、10月の IMG は吉野さんのサプライズの何かしらがあるんだよ。それをやります。誰が出るとかは見て、今カードを行ったからその中で出るんだよ。はい、了解しました。はいはいはい、じゃあ多分楽しい内容になると思うので、皆さんご来場お待ちしております。はい。